はい、こんにちは。つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、最近ね、ちょっとここ一週間ぐらいね、動画をね、出せてなかったんですけど、ちょっとね、理由がありましてね、それね、何があったかね、話そうと思います。主にね、五つぐらいのね、ことがあったんで、それらのね、雑談なんですけど、あの、一つはね、うちのね、実家で飼ってる犬の話なんですけど、その犬はね、小太郎っていうね、犬なんですよ。柴犬なのかな 和犬の雑種みたいなやつで可愛らしいやつなんですね。もう10年、7年ぐらい生きてんじゃないかなと思うんです。もうおじいちゃんなんですね。僕の大学生の時に、なんか妹が拾ってきたかなんかで、その時僕も実家に住んでたし、妹も住んでて、おとんとおかんいたんですよ。僕を覗いた3人で、犬をね、引き取りに行ったらしくて、全く僕ね、聞いてなかったんですよ。気づいたら家に犬がいたみたいなね、ことになってたんだけど、もうそっからね、ずっとね、 住んで、んんんだけど先週ねねななか急に敬礼を起こして倒れちゃったみたみいでです、ね、で僕も、まあ、実家とは近いもんですから、ちょっと様子見に行ったんですよ。そうしたら、敬礼を起こした後に、病院にね、3日間入院してたらしいんですよ。そっからね、小太郎が帰ってきたら、もうね、ちょっと寝たきりになってたんですよね。で、ずーっと寝てて、足だけ動いてるわけ、こうやって。 で、もう、身動き取れないみたい。だから、こう、布団が敷いてあって、こう、掛け布団もしてあって、ええー、う、えーって泣いてんの。もう、辛くてね。もう、結構、心にグザーって来たわけ。多分ね、目も見えてないんですよね。医者によると、まあ、1ヶ月後ぐらいには、うまくいけば、ちゃんと歩けるようになるって言ってたらしいんだよね。まあ、回復していく途中なのかもしれないんだけど、今はずっと寝てますよ。 だから介護してる感じなんですね。だからもう食事もなんかこういう注射器っていうかさ、なんか液体とかをこう上げれるやつで上げないといけないし、だからトイレとかももう寝たきりだから、おむつをね、犬用のおむつをして処理しなきゃいけないんだよねで。それで結構精神やられちゃってね、僕こういうの弱くて、僕犬とか猫とか好きなんだけど、やっぱ動物ね、飼うのはね、ちょっとやっぱ怖いわけ。死ぬのが可哀想と思っちゃうから、やっぱ僕はど 動物ははわなないでおこうかなとは思って植物の方がいいような気がするんだよね。まあ、魚とかさちょっと過等なねものを育てるぐらいの方がいいと思うんだけど。 犬猫はちょっと辛いわ。辛いなと思いました。はい。で、二つ目なんですけど、これも先週あったことで、まあ先週のね、火曜日だったかな、知り合いに会う用事があって、まあ原付バイクでバーって走って、その人に会いに行ったんですよ。で、時間あったから、その前に、ルホ本市場っていうね、お店があって、そこに入って、 ちょっと時間潰そうと思って店内見てたら、なんとね、まあまた今度紹介すると思いますが、横山光つてるのね、三国志が全30巻ほとんど揃ってたんですよ。一冊80円だったんですよ。だからめちゃくちゃ安いんですね。普通そんなんないもんね。で、原付きで言ってるから、原付きの、この座るところをさ、こう開けたらさ、ヘルメットとか入れれる空間あるんだけど、僕いつもそこに本とか置いてるわけ、買った本ね。で、そこにギリギリこう詰めて、29巻詰めて、ギリギリ入って、 っで、その人と会った時にも、ブッコフ行って、ブッコフね、3、4件ぐらい行ったんですよ。そしたらね、まあ、三国志プラス30冊ぐらい買ったんですよ。だから、60冊ぐらい買ってたんですねで。リュック背負ってたから、リュックにドカって入れたりとか、こう、袋で持ったりして、で、その人と、久しぶりに、ね、まあ、ご飯行ったり、カラオケ行ったりしたんですよ。で、僕ね、カラオケね、3年ぶりぐらいで、 めっちゃ歌って、わーとかやって大声出して、これ余談だけど、僕のお箱ね、は、老人形の館でしょ世紀末ね。あとね、心踊るね。nobody knows 心踊るっていう歌ね。で、あと郷ーヒロのね、2億4千万の瞳ね。この3つは、僕めっちゃね、 歌いいですよ僕好きでよく歌ってるから、他の歌よりかはまあ上手いと思う。まあ、全体的な平均が下だから僕音痴だけど、その3つだけはね、なんか滑らかに歌える気がする。で、それは置いといて、でカラオケ行って夜のね、10時ぐらいにね、もう家帰ろうと思って帰ってたんですよ。で、その時ね、天気予報ね、曇りだったんですね。で、雨は全くなかったんだけど、急に雨がバーって降り出して、で、僕はあの、カッパとか持ってきてなかったんですよね。で、原付でわーって走ってた パーンっって言ったんですよ何かなと思って、なんかすごい音したんですね。で、えー、と思ったら、そのね、原付きのね、後ろのね、タイヤがね、 パンクしてたんですね。その結構遠いところに来てたわけ、家から。原付きで1時間半ぐらいのところに来てたんですよ。そ夜中で10時雨降ってたから、こう原付きを押してね、2、3時間で歩いて帰ったっていうのあったんですよ。いや、それ結構きつくて、おそらくだけど、三国史のせいだよね。三国史を詰めてたから、 多分重さだと思う。60冊の重さにタイヤがね、耐えられなかったんじゃないかなと思う。いつもそんなこと知ってるんだけどね。いつも100冊ぐらい積んでバイクで帰ったりするんだけど。まあ、ちょっとやりすぎちゃったのかなと思て で、なんかね、やっぱ雨に濡れてるね、2時間帰るってしんどいっすよ。でも、風ね、引かなかったんだけど、奇跡的にも。もう、ヘッドヘッドになっちゃって、家帰ってきて、すぐ脱いで、風呂入ってすぐ寝たっていうのあったから、それもあってね、しんどくなっちゃったんだよね。そう、先週ね。で、これもね、まあ余談っていうか、3つ目の話題なんですけど、今、ダイエットやってまして、図書館ダイエットって言ってね、図書館に僕めっちゃ通ってて、で、ダイエットするとか言って、実はね、僕先月から、 8キロ痩せたんですよ。8キロですよ。 ま、先月の途中ぐらいからやってるから、まあ、1ヶ月半ぐらいだと思うけど、8キロ痩せて、もともと80キロあったんだけど、72キロまで落としたんですね。やったーと思ったんだけど、そのさっきのね、2つがあって、精神的にきついと思って、ちょっと食べたら、まあ、2、3キロ戻ったんだよね。でもね、まあ、2、3キロだし、全然いいかとは思ってんだけど、なんかやっぱルーティンがね、崩れるっていうか、人間ってさ、ちょっとしたショックとかあるとすぐルーティン崩れちゃって、図書館とかもね、結構ほっ ほとんど毎日行ってたんだけど、行けない日が続いちゃってね。で、ご飯もね、もう食べちゃおうと思って、バクバク食べてたらね、ちょっと戻っちゃったんだよね。それ四つ目のね、理由としては、そ図書館にね、行って言ってさっき言いましたけど、今一日一冊ぐらい読めてるんですよ。11月のね、 まあ、3日ぐらいから毎日のようにね、図書館行って本読んでんですけど、なんと、今ね、11月30日なんですけど、この時点でね、28冊読めてるんですよ。今から急いで2冊読むんだけどね、まあ途中まで読んでる本とかもあるから、全然読めると思うんですけど、やっぱりね、30冊ね、読むっていうのは一つの目標だと思ってるんですよね。1ヶ月は30日あるわけで、毎日1冊ずつ読むと30冊になるわけじゃないですか。僕も久しぶりにね、ここまで読めてますから、これはね、 頑張っってて冊読むぞと思って先週の時点で結構余裕があったんだけど、やっぱ先週ね、一週間ちょっとしんどいね、さっき言ったしんどいことがあったので、本も読めなかったんですね。 そうするとね、余裕あるなと思ってたら、全然余裕がなくなっちゃって、結構急いで今読んでるんですよ。だから動画もね、撮ろう撮ろうと思ってんだけど、いや、さっきちょっと本読みたいなと思っちゃって、ちょっと動画撮れなかったという感じですね。まあ、しかし12月になるとまたリセットね、一冊から始まるんで、まあ余裕ができると思うんですね。ルーティンも元に戻せば全然毎日一冊とか読めるんで、いけるかなとは思ってんだけど、12月からちょっとね、また順調にやっていこうと思ってはいます。で最後に5つ目なんですけど、 これ言って終わりますか。最近ね、僕ね、ついにコロナのね、ワクチン打ったんですよ。結構遅いですけど、いろいろタイミングとか逃しちゃって、なかなかワクチン打てなかったんだけど、でついに打ちました。それも先週なんで、先週って結構いろいろあったんですよ、本当に僕の中で。まあワクチン打って、全然ね、僕副反応出なかったんですよね。今5日ぐらい経ってんだけど、この時点で。 全然副反応でない。あの、打った次の日ね、ちょっとね、腕が痛くなったんだけど、触ると痛いくらいだけど、何もしなかったら全然意識しないんで、大丈夫かなと思います。 また来月ね、2回目接種あるんですけど、まあ、2回目の方が不安の出るとか言ったり言わなかったりしますんで、ちょっと来月もね、あの、頑張っていこうと思いますけど、これもね、余談ですけど、12月のね、5日にね、バーのイベントはあるんですよ。で、やっぱりバーのイベントってね、まあ、人集まると思いますんで、ちょっとワクチン打っとこうと思ってね、念のためね。まあ、僕はあんまりね、そういう人がね、密集するようなとこね、ほとんど行かないんですけど、基本的には。まあ、バーのイベントのためにね、ちょっとワクチン打ちました。まあ、皆さんもね、ぜひ、12月の5日にね、

南波ね、大阪南波でね、一日文学バーっていうのやりますんでね、ぜひ来てください。15時から23時までね、エデンな波さんっていうところでやりますんでね、ぜひ来れる人は <laughs> ぜひ来てください。はい。まあそんなところかな。まあこれらがね、ここ最近つかつに起きたことなんですけど、結構辛いことがあったね。特に小太郎なんだけどね。他のことはね、正直で、ね、細かいことですよ。サジっていうかさ、どうだっていいんだけど、小太郎が心狂るわ、これ。辛いね。なんか、回復 するとは言われてんだけどねどうなのかわかんないじゃないですか結局ね未来のことはわかんないからさいやーついなーと思ってねまあ、それだけですよはいまあ、そんな感じでね今回いろいろ喋ってきましたけどねまあ、また12月からねいっぱい動画出していけたらいいなと思ってますのでねこれからもつかつをどうぞよろしくお願いしますまあ、今回は終わり高評価コメントチャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますではではつかっちゃいでしたバイバイ